ました。はい、民主党の小沢元代表が先ほど会見を開きまして、はい、政令市に出席する意向を表明しました。はい、これについてはご説明お願いします。まあ、自ら進んで出席をするというのであれば、政倫審の意味がそれなりに出てくるということだろうと思います。我々が本来説明責任を尽くす場として承認喚問を求めてきたわけであります。民主党が政倫審でやるべきだと小沢さんもそれに応ずるというのであれば、それを民主党としてきちんと意思を固めるべきだと思います。政倫審の議決に関してですけれども、はい、昨日の今さかりでは、はい、小沢さんが出ないんだったら意味がないことだと、そうです、ね、いうことをおっしゃってましたけど、はい、今回出ることになった以上、今回議決に関して応じる一方になるでしょうか。いえいえ、これは本来ご本人の申し出で開くというのが政倫審ですから、別に議決する必要はない。本人が政倫審で説明したい申し出ればいいだけなんです。そういう意思が固まっているのであれば、速やかに政倫審に出ると決めたらいかがでしょうか。公明党としてその政倫審への出席についてはいかがですか。いや、我々はその承認喚問を本来求めてきた立場ですから、政倫審がより望んでいるわけではないわけです。しかしそれも説明責任を果たす一つの方法であるということであれば、それは公開を決めてやるということを決断するのであれば、それは一つの意味が出てくるのではないかとは思っておりますが、それで尽きるということとは考えていないわけであります。公開ならば政倫審出席も問題はないという。いや、やるならばそれは国民に説明が届く、そういう公開の方法でやるべきだとということはかねてから申し上げてきた通りであります。いずれにしてもいつやるかどうやるか、それは民主党としてはっきりさせる課題ですね。その小沢さんは、はい、政倫審出席に絡めてですね、その自ら出てくることによって予算とか国会審議が速やかにできるのならというふうに条件をつけているわけですけど、この問題、小沢さんの政倫審出席とその国会審議の入りに協力するというのは、これどういう関連で考えているんですか。そういう条件をつけること自体がどういう意図なのかよく分かりかねます。やはり速やかに説明責任を果たすと、これは小沢さんが出たいといえばいつでもできる話でありますから、自ら条件をつけてくるというのは本来おかしな話でありまして、早く決めると決断をすると、これが最も今求められることであります。その公明党としては、その小沢さんが政倫審になったからといって、その通常国会、例えば仙北さんや山口さんの問題が起こっています。これが解決されない場合は通常国会の入り、報道の審議というのはどう対処しますか。いえいえ、それはまずはやはり小沢さんなり民主党がどういうふうに説明責任を果たすかと、その内容、結果によるわけでありまして、我々があらかじめいろんな条件をつける話ではありません。その内容によっては、政倫審の内容によっては、通常国会の審議入りに応じる。いやいや、そういう話ではなくて、これはあくまで説明責任をどう果たさせるかということでありまして、国会審議と本来絡めること自体がおかしな話なんです。ですから、政倫審でやりたい、出たい。というのであれば、それは早くお決めになればいいわけで、その内容によって説明責任が尽くされたかどうか、これにを見極めながらその後の対応を考えていくと。我々は本来はその議長罪の裏付けのある承認喚問が望ましいとこう言ってきたわけでありますから、その点はまず本人と民主党がはっきりどこでどう説明責任を果たすか、これをお決めになればいいことなんです。これまで小沢さんはその幹事に対しても、岡田幹事長に対して、再三自分が政倫審出席する意味がないと、理由がないというふうに否定してきたので、ここへ来てその自ら出席、これ小沢さんの思惑というのはどういうふうに思いますか。我々が詮索することではありません。民主党の中のいろいろな駆け引きがあるようにも思われますし、本来我々は国民に説明責任をいち早く果たすべきだと、こういうことを言ってきたわけでありますから、その責任を果たす場、これを早いタイミングで自発的に作るということを求めているわけであります。繰り返しで恐縮ですが、はい、国会審議に応じるためには、やはり仙北さんと馬淵さんの問題、本席の問題について解決を図らなければ、国会審議に応じることはできない。小沢さんの政倫審の出席というのは別事件の問題です。こういう理解でしょうか。まあ、従来言ってきた通りであります。
それでこれも確認なんですけど、政令指示の説明がですね、はい、不十分になれば、野党としては実質承認かも求めるということですか。それはそういう場合もあり得るということになります。政令指示で説明すればことがあると今からあらかじめ考えているわけではありません。よろしいですか。ありがとうございます。はい。